よちょっと煙ですね。はい。スズキの K125 というビジネスモデルですね。はい。こちらちょっと修理をちょっとずっとお預かりで、申し訳ないんですけど、やっとこんな感じにね、戻りました。はい。で、ですね、クランクのベアリングですね、右側、そちらがもう破損していて、それでもう破片が全部中にバーンといっちゃっててですね、はい、まあ、そんなような状態、あと、まあ、ディスクバルブのなんとなくね、はい、そういうあたりもちょっとあれなんですけど、はい、で一応交換できるもの、ベアリングとかオイルシール、そういうものは、新しいものに交換を、してございます。はい、で今エンジンかかってね、吹き上がるんですけど、さっきまでなぜか吹き上がらなくてアイドリングはずっとするんですけど、するとちょっとでも上げると止まっちゃうっていうね、そんなこと でおかしいなと思いまして、で結局ほら、例えばエアクリーナー詰まってるとか、キャブに何か詰まってるとかね、うん、そういったような現象だったんですよ。だからただ、まあ、もちろん長期間経ってるからキャブ開けてないんでね、もしかして何か詰まってるかなとかね、腐っちゃってるかなとか思ったんですけど、キャブなんか別に大丈夫なんですよね、うん、開けたんですが綺麗なんで、うん、でその後もやっぱり同じ現象なんで、でおかしいなおかしいなと思って、で、これ点火時期はどうなってるのかなとかいろいろ見たんですけど、結局分かんなくてですね、でガソリン、まあもちろん古いからちょっとあれかなと思って、まあ、ガソリンは入れ替えたんですけど、でも結局ね、うん、変わったような兆しはなかったんですが、で、まあ、とりあえずちょっとこれはメールしてうんぬんと思って、ちょっとお客様にメールをしてですね、はい、させていただきまして、で、あ、やれやれと思って、でふとね、このメールの文面を書いていて思ったんですけど、一番最初エンジンかかってね、吹き上がって普通に走ってんですよ。でマフラーガスケットがちょっとなかったんで、で要は抜けてる、そこのところがね、やっぱり抜けてる、要は抜けてるわけじゃないですか。だからちょっと、でとりあえずマフラーガスケットが入るまで待ってたんです。でマフラーガスケットが入ったから、マフラーガスケット入れて、あそこのフランジをね締めて、はい、クックッと締めて、それで、でそっからなんですよ、うん、で昨日作業をそうしたんですけど、で、エンジンかけてみたらなんか吹き上がんないそうアイドリングはするんだけど、だからおかしいなおかしいな、でちょっと緩めてみたんですよ。でちょっとね、緩めてからエンジンかけたら普通に吹き上がる、なんか吹き上がるんですよ普通に。であれおかしいなと思って、でエンジンかけながらね締めてって、でいや吹き上がるよなって、で結局何が原因だったのか、ただ一応感じとしては、そのマフラーガスケットを入れた時に、でそれ締めた時にその後から吹けなくなったんだから、まあ、とりあえずねそこをちょっと一回触ってっていうこの感じなんですけどね。であとオイルポンプの調整、うん、塗質量かなり多かったんで、調整をさせていただいてございます。はい、このポンチマークとね、あとあっちを合わせるってやつですよね。はい、で、最初に受けたまったそのケーブルの交換ですね、これはもう最初の頃にやってるんで、はい、ね、ブレーキケーブル交換ですね。あとここのグリスちょっとね塗って、はい、こっちもそうですね、こうやってね、はい、であとここのベルハンマーどっちも入れてあります。はい、そんな感じですね。メールを送って、あーダメだどうしようかななんて思ってたんですけど、そしたらなんでですかね、だから閉めた時に、うん、よくわかんない、なんかよくわかんないですね、はい、何が原因なのかね。でアイドリングがすごい調子よかったんで、ずっとアイドリングだけはするんですよ、スロットルちょっと上げると止まるっていうね、うん、そんな感じだったんでね、はい、まあ、とりあえずですね、そんなところで、で、まあ、ちょっと今この中ねちょっと煙いんですけど、そこでかけたんですけどね、やっぱり入ってきちゃうんで、はい、ちょっと煙い感じになってますね、はい、というところでですね、もしかしたらガソリンなのか、うん、ちょっと分かんないですよね、やっぱりあそこの、でもフランジの締め付け云々だけでね、そんな変わるとは思えないですし、まあ、ほらネットでもこう見ると、例えばほらクランクベアリングがダメなんじゃないですかみたいなね、そんな話はあるんですけど、ただねアイドリングすごいちょ、ね、で今はもうバンバン吹けるんで、はい、まあ、問題ないのかなってね思うんで、ちょっとただ明日ちょっともう一回、やっぱりすぐお渡しできないですよね、うん、危なくてね、うん、だからエンジンかけて、でガソリンもねちょっと
一回抜いちゃってるんで新しいものを入れてと思うんでね、はい、そんな感じでやらせていただいてございます。はい、計125ね。はい、いやちょっとうんね、そうね、それとも戻りは良くなったね。なんか戻りも悪かったから、あやっぱキャブがダメなのかななんてね思ってて、うん、やっぱそでもそういうわけでもないっぽい。だからよくわからないんですよね。うん、ということで、はい、あそれであとテールライトがね切れてたんですよ。であれ何もつかないなと思って、そして開けたら、まあ、バラバラ LED が入ったんですけどね、これねこうバラバラになってるのが出てきたんで、新しいやつをちょっと取り付け、あとこれねこんな感じですよ、ほらこれでボロボロボロと落ちてきたんで、はい、新しいものに、交換しているという感じですね。はい、ということでちょっとね、もう一回確認して、点検して問題がないことをね、はい、で、うん、大丈夫でしたらちょっとご連絡もう一回させていただいて、お渡しっていう感じですかね。はい、ということで、スズキのビジネスバイク K125、ツーストですね。はい、パーツカタログとかだとね最後の方96年っていうのがね、ありますから、多分2000年ぐらいまでは売ってたんですかね、排ガス云々とかの前ぐらいまではあったのかなと思うんですけど、はい、でこれ単気筒ですね、単気筒のロータリーディスクバルブっていうですね、ここにディスクの穴が1個開いてる、途中開いてるやつが、ね、それこれをくる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 回って送り込んでるというようなね、システムになってます。はい、で入って、そしてでこれ液パイが2本あるんですけど、単気筒ですね、単気筒なんだけど液パイが2本あるっていうね、これ面白いですよね。はい、で聞くところによると、これもう60年代とかのなんかあのスズキのねレーサーだったっていうね、そのエンジンだったっていう話を聞いたことありますけど、どうなんですかね。それでそれが、そのままこのビジネスモデルになって、そのまま今もつい最近、もう最近じゃないのかな、20数年前までは作ってたというようなね、ことのようですけどね。はい、ホンダの CD125T とね、このスズキの K125 っていうのはね、まあ、なんかちょっと似てるんで、うん、ライバルみたいなね感じがしますけどね。はい、これも後ろがねキャリアじゃなくてね、こうダブルシートがついてたら、なんか渋いバイクだなみたいなね、はい、レトロなバイク、普通のねバイクみたいになっちゃうような気がしますけど、はい、どうなんでしょうか。でこれこの中にねガソリンどうしても溜まるんですよ。で抜くようになってると思うんですけど、あの吹き返しっていうんですかね、キャブのね、キャブが向こう向きに刺さってるんですけど、外すともうキャブ裸で出てくるんですよね。でエアクリーナーはこのずっとこの中に入ってるね、だからこう繋がってるんですけど、そういう仕組みなんですよね、ロータリーディスクバルブってね。はい、こう吹き返しで結構ガソリンが溜まっちゃうみたいなね、そんな感じですけどね。はい、うん、さあそんなところですね。はい、K125、はい、もうそろそろかと思います。